メリークリスマス。イエスの誕生お祝いいたします。お国の皆様、メリークリスマス。クリスマスのメッセージは、あなたに愛が与えられた、闇を照らす光が来た。皆さん、こんな嬉しいニュースないんです。光があるって当たり前のようですけれど、もし光がなかったら夜は真っ暗です。月の光もなければ本当に真っ暗です。田舎で車を止めてね、ちょっと外を歩いてみたことがあります。真っ暗でね、怖かった。皆さん同じように、光がなければね、物が見えない。皆さん、光として来られたイエス。クリスマスのメッセージは、光がこの世に来た。神は私たちを忘れていなかった。神はあなたも忘れていない。一人ぼっちにしない。イエス・キリストはこう言われました。あなたを捨てて孤児にはしない。孤独のまんまに捨ておくことはないよ。私は共にいるよ。皆さん、そう言われたイエスが今日ここにおられるのです。こんにちは。お元気ですか？あの、もらってください。よかったら。はい、ありがとう。かわいい、いい子ですね。こんにちは、こんばんは。皆さんにこの人生をぜひ最高に生かしていきませんか？最高に生かす秘訣、皆さん、それはね、自尊心を持ち、自己肯定感を持ち、自分の人生を祝福できる、自分の人生をよかったと思える、そんな人生を生きておられるでしょうか？つまり、私たちは自分の人生を呪っていたり、人と自分を比べて、自分を受け入れられない、好きになれない、自分を嫌っている、そういう人たちが多くいるのです。人生楽しくないですよね。でも最高に生きる、それは自分を作り、自分を愛してくれる神と出会った時に、その新しい人生が始まるのです。人は新しく生まれ変わることができる。皆さん、イエスと出会うなら、人は新しく生まれ変わることができる。皆さん、生まれ変わり、永遠の命、そして永遠の幸せを受け取ってください。まあ、いい乗り物に乗ってね、いいですね。ジーザスラブスユー、ガッブレスユー。神の祝福があなたにありますように。クリスマスのメッセージというのは、マイナスがプラスに変わるというニュースなんです。ありがとう、ありがとうございます。まあ、つまり、私たちの人生にあるマイナス、それらはもしイエスと出会うなら 100% プラスに変わる。まあ、無理にね、ピンチはチャンスだなんてね、思い込んだってね、こんにちは、なかなかね、難しいんですよね。ありがとうございます。2枚目ね、余ってたら誰かにあげてくださいね。ピンチはピンチなんです。でもイエスと出会うなら、ピンチはチャンスに変わる。必ずマイナスはプラスに変わる。皆さん、そんな人生を生きてますか？そしてこの地上での人生も幸せだけれど、永遠の命をもらって天国に引っ越して、そこで永遠を生きることができる。皆さん、クリスマス、あなたを救いに来た神の一人子イエスが、この年もあなたを待ってます。私のもとに来なさい。イエスはあなたを待っている。あなたに声をかける。あなたの名前を呼んだ。私はあなたを忘れていない。あなたと共にいたい。
イエスという方がなぜ信じることを求められるか、それは無理やりあなたを救おうとしないということなんですね。皆さん、カルトから最も遠いその救い主がイエスです。カルトっていうのは人を騙し脅かし弱みを握ってね、弱みを握って人の弱みにつけ込んで、でもイエスはそれと真逆です。あなたを救いに来た、信じるだけで救ってください。イエスはあなたを愛しています。人には何だかね、すねに一つや二つの傷がある、そんな傷を見つけてね、先祖の因縁だ、あなたの過去が悪いとかね、そんなこと言われたってね、困っちゃいますよね。で、お金を出せばね、そこから救われるといえばね、それで騙されちゃう人がね、日本でたくさんいたんです。あの有名なね、有名になった宗教カルト、一国の総理大臣がね、憎まれ殺害されてしまうほどのね、あれが偽物なんです。そしてイエスは今日クリスマスの主人公としてあなたを待っていて、あなたを呼んでいる、あなたを愛している、私はあなたを愛している、疲れているなら私のもとへ来なさい、私はあなたを愛して、あなたと共にいる、そう言われるイエスが今日あなたを呼んでいます。最も寒い時期、いや急に寒くなるこのクリスマス寒波のこの時期、この寒い時に最も温かいイエスが来られたように、今日私たちはそのぬくもり、孤独であっても寂しくても悲しくても大丈夫、イエスが共にいる、イエスはあなたを呼んでいる、あなたを待っている、私のもとへ来なさい、私のもとへ来なさい、それは遠く離れたイエスではなく、あなたの目の前に手を伸ばせばもう届くようなところにイエスはおられる。あなたが心を開くなら、ただ受け入れるなら、イエスを信じ、クリスマスの主人公この方をあなたが受け止めるなら、救われる、今日このグッドニュースを皆様にお届けしています。メリークリスマス、クリスマスの喜びをあなたにお届けいたします。笑顔が素敵ですね。メリークリスマス、こんにちは、こんばんは、メリークリスマス。イエスはあなたを愛しています。お心の皆さん、あなたを愛しています。イエス愛に在地へ、イエス様、あなたを愛しています。こんばんは。寒さが身に染みるような日になりました。寒いですよね。でも洋服を着、また後であったかいものを食べてあったかい部屋に行けばあったかくなるけれど、心の寒さをどうやったら温めることができるか。クリスマスの主人公イエスをあなたが受け止めるなら、あなたのハートが温かくなる、あったかいぬくもり、イエスは今日も昨日も明日も明後日もいつもいつもあなたと共にいます。クリスマスの主人公イエスは今日ここにおられる、目に見えないけれどイエス様は
あなたを愛しています。メリークリスマス。クリスマスおめでとうございます。ジーザスラブスユー。ビリーブインジーザス。お子の皆さん、こんばんは。あなたにカードと、いやもうね、先ほどまでトートバッグあったんですけどね、もう限定100なくなってしまいましたけれど、まあ、そういうね、目に見えるプレゼントもいいけれど、お金も地位も名誉もそういうのも悪くないけれど、何がなくてもイエスというお方を知ったならば、世界で最も豊かな人になります。イエスはあなたの救い主、あなたの心の中に今日も呼びかけている。こんにちは、お元気ですか？ありがとうございます。ジーザスラブスユー。お帰りなさい。メリークリスマス。クリスマスおめでとうございます。何がおめでたいんでしょう。メリークリスマス、イエスが来た、嬉しいニュースなんです。信じるだけで救われる。ジーザスラブスユー。メリークリスマス。これは喜びのニュースなんです。こんにちは、お元気ですか？どうぞ。はい、ありがとうございます。メリークリスマス。イエス・キリストはあなたを愛しています。こんにちは、こんばんは。クリスマスおめでとうございます。メリークリスマス。嬉しいニュースです。信じるだけで救われるという。クリスマスは神が人間の姿をとってこられた。なぜこんな嬉しいニュースありません。なぜなら裁きに来たんじゃない。あなたを愛し、あなたを救うためにイエスが来られた。これがクリスマスのプレゼントなんです。イエスは十字架にかかって死ぬために、つまり私たちのあらゆる苦しみ、罪、死を滅ぼして救うためにイエスは生まれて来られた。今日皆さんにこのグッドニュースを訴え、お知らせしたいと思います。大家好、イエス愛に在地。同じように今日、あなたをイエスのもとに導く星のような神がおられる。クリスマスツリーを見て、あの星が博士を導いてよ、あなたをイエスのところに導いています。またクリスマスツリーにはプレゼントを入れられたブーツがあります。このブーツは長いこと履いてるとね、臭くなります。汚いものですよね。でも私たち人間というのも、そのブーツ以上に汚いものであり、臭いものかもしれない。でもそんな私たちを救うためにイエスというプレゼントが与えられた。ブーツにお菓子や宝物、プレゼントが入れられるように、あなたの中に今日イエスが来られる、栄光の望みとして来られる。
そしてクリスマスツリーはもみの木で作られています。あのクリスマスツリーは冬でも枯れないように、イエスを信じる、イエスと出会った人は永遠に生きることができるんです。皆さん、永遠の命を持っていますか？クリスマス誕生したイエスを信じるなら永遠の命プレゼントとして受け取ることができる。今日心からお勧めします。イエスキリストと出会い、イエスキリストを信じてください。救われます。今日皆さんに心からこのメッセージをお伝えして、本日の街頭活動を終了いたします。カード差し上げております。よかったら受け取ってくださると嬉しいです。これをもちまして本日の街頭活動を終了いたします。ありがとうございます。